はいエルのサです。えー、おやすみ、おやすみ。えー、例によって、あの、えー、何十年ぶりかのですね、サンダーバードプラモデル作りに没頭しておりました。いいですね。これは、なんかこう、同心に帰れて、本当にいいなっていう感じで。なんだ、日が取るの忘れたな。あんまり無事に楽しかったもん。えっ、ー、と、とりあえず、あの、例のアクリジョンですけどもね、今、塗装まで終えて、こんな感じですけどもね、えー、乾かしているところです。 乾かしている間に、えーと、今までのところの、えー、前編ですね、サンダーバンの前編後編みたいなものなんですけど、映、えー、ってますのは、とりあえず仮組みした状態ですね。えー、で、どうやって塗ろうかななんて考えていて、えー、あ、これまだ色々試行錯誤してるな。これもまだ仮組み状態で。ど えとこれが、ね、その内部の4号のカタパルトっていうのか、ね、あの発射台みたいなところなんですけれども。 えー、この辺がの銀色のおになるものですので,、えー、で、これはあの結局、えー、とガンダムマーカーで手であのやりました。ガンダムアブレス壊れちゃってね。まあいいや、ちょうどあのイージーペインターに切り替えたから、えー、これでいいかなみたいな感じなんですけど、あとエンジン部分は、えー、と本当は、ね、赤で塗りたかったんですけれども、ね、あの赤だと、ね、こう隠蔽力が やっぱりそ,それほどなん,なんか下に白かなんかでもぬればな、ね、い麗れな赤が出るんだと思うんですけれどもまあいいやということで、えー、今回は付属のデカールを貼ることにしました、えー、それから、えー、これはあのコロっていうかあの、えー、と下のその、えー、とくるくる回るタイヤみたいなところですね、えー、ここはガンダムからのねファントムグレーだったかな それからコンテナの扉の裏側部分ですね、これはあのシルバー、ガンダムマーカーを塗っています、えー。そしてコックピットのところですけれども、ガンダムマーカーでシルバーに塗りました。それからポンドと接触する部分のボディ部分なんですけれども、メカっぽいところはシルバーを塗っています。えー、同じくこんな感じですね。 あこれがその乾いたんで、えー、そのでタイヤの部分を取り付けたところです、えー、それでそれぞれ、えー、パーツをガンダムマーカーを使って手で塗りました、えー、とそのエンジンの部分なんですけども赤なんですけれども、えー、それはあの結局、ね、こんな感じで、えー、デカールを貼ったんですけどもここ,のここの部分は、ねえー、ガンダムマーカー塗りましたシャーレッドです あのガンダムレッドだと下の色に負けちゃうもんであのシャーレッドの方がまだ赤っぽく出るかなって噴射口の部分はシルバーを塗っています、えー、それからなんだっけあの足,足というか伸縮脚の部分は手で、えー、シルバーに塗りました、えー、それからあの、えー、と尾翼のところのエンジンはシルバーを塗っていますそんな感じですね、えーそして 吸気口の部分はですねガンダムマーカーで、えー、手で塗っていますシャーレッドですねシャーレッドだとよっぽど下,の下地に負けない下地がないのでねグリーに負けないでよっぽど赤っぽく見えるものですので。で、えー、っと新出脚だとかエンジンの噴出口を シルバーで塗りました。4号,4号がねなかなか大変でねほんと細かい部品で <laughs> 若い人はいいんでしょうけど老眼になるとちょっと辛いなっていう非常に細かい作業でしたで,で色塗ったのでコンテナーを組み上げましたそしてねだとこんな感じかなっていうところですね えー、じゃあさて、いよいよ本格的にアクリジョンをいずれペンタで塗るってところの前の段階です。えー、これもまだ、まだこれから塗るぞっていうところですね。えー、これもまだこれから塗るので、こんなイメージかなみたいなね。で、いよいよ、あ、それでマスキングをしましてね、えー、っと、<laughs> 一部マスキングを忘れて途中でやったりなんかしたんですけれども、 えっとシルバーのところ、レッドの部分のところにマスキングテープをしました。で、えー、アクリジョンです。えー、基本からの緑、えー、を,を塗ります。えー、で、えーっと、いろいろと、あのー、調べてみたんですけれども、塗料1に対して、えー、っと希釈液をですね、あ、どこ行ったっけな。 えー、0.6ぐらいだそうです1対0.6ぐらいであのちょうどうまいこと噴霧できましたんで、えー、参考になさってくださいということで今こんな状態で乾かしていますちょっと反省点としてはねやっぱりムラが張ってねあのボディの先頭部分が濃いのにあの本体のところがちょっと薄めだったりだとかまあでも最初だからまあいいか最初にしてはまあうまくやったかみたいな感じなんですけど えー、これが乾きましたらいよいよっていうところなんですけども今乾きてたんですけどもこんな感じに仕上がりますも、えー、とっとグリーンのプラスチックのところにグリーンを乗ってるのでそんなに吹きかけなくても、えー、いいかなっていう感じであんまり吹きかけるとんなあのなんですか垂れてくる感じなのでここちょっと塗りすぎちゃったんだねもうちょっと軽めにしときゃよかったなと思ったんですけどまああのいろいろと えー、経験、何事も経験なもんですので、これでバッチリ乾いたら、えー、組み立てて、デカール、えー、貼ればできるかなというところです。えー、以上、前編でしたね。そんなファンの前編みたいな、えー。後半でいよいよ、えー、完成、えー、に至る予定です、はいいや。結構ね、楽しいんですがそれとあの <laughs>。 色々あの本当にマニアックな人はラッカーだとか色々とコンプレッサーとか使い買い込んできて本格的に、えー、やるんだと思うんですけれども、うん、私みたいなねお父さん世代がですね昔懐かしいんであのでやってみようみたいな感じにはですねこれ、いいですよアクリジョン水性だから匂いしないし扱いも楽だしイージーペインター使ってあの吹きかければ、えー、できちゃいますし。 えー、であの絵の具感覚ですあの、描かないうちだったら水で拭き取れば拭き取れちゃうし、お掃除も簡単だしね、我々のあの小学生の頃なんて、女の組み立てるのが精一杯でね、色を塗るなんてそんなとこまでやってなかったからね、本、え、当、ー、好きなやつも言ったけど、そこまでやってもと少なかったのもんから 今いろいろね、あの便利なあのこういった道具だとかあのペイントとかあるもんですんで、あの難しい扱いしんでこうサンダーバードねあ、もっと本格的に作りたいななんていうにはね、アクリジョンとイージーペイントっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。えー、イージーペイントっていうのは、あ,のあこれ希釈液ですね。えー、アクリジョン。えーペインター ういうやってで洗うと結構水で洗うだけでこんな綺麗になりますんでねであれです匂いしないからあの奥様にも送られないと思うしう、えー、服を汚してて水で落ちるますからねあの乾かないうちだったらね、えー、落ちるみたいですだからほんとお手軽でいいんじゃないかと匂いもね一応換気のあれやってるんですけどもねそれから物 <laughs> の,のしいあの。 あのマスクも一応やりながらやったんですけど、あ,のあんまりあの大丈夫みたいですけどね、落ー系と違って、さらにまたあのガンダムマーカー、エアブラシよりもさらに安全だと思います、私の感覚からすると。いやこれはいいいいなとうう感じでですま、はいえー、また後編でお会いしましょう